皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りください。そして最後までご視聴お願いいたします。本日6月5日日曜日、人生をまるまる楽しもう、そういう題でお話をしたいと思います。どんな状況の中にあってもそれを楽しみ、感謝し、肯定する、そういうことができます。反対にどんな状況でも苦痛を感じ、文句を言い、否定的に捉えることもできます。誰でもストレスに押しつぶされそうになったり、気がめいってしまいそうになる、落ち込んでしまうようなこともあるのではないでしょうか。まあ、しかしそのような時にこそ感謝したいと思うんですね。まあ、そうするとその状況が楽しめるようになっていく。いいですね。まあ、ゲームでもね、ちょっと辛いそういう状況の方が楽しかったりする。まあ、そしてね、ありがとうって日本語の漢字はありがたしと書きますが、まあ、あることが難しい、ああそんなことが起こってるのか、でもあることが難しいことの方がね、チャレンジングで楽しいんじゃないでしょうかね。ありがとうだから言ってみてください。まあ、ある人からいいように利用され、使いっ走りされた、まあ、そんな時にね、惨めな気分になるだろうと思うんですよね。まあ、しかしね、そんな痛みを感じる中で、ありがたい、ありがとうってこう言ってるとね、だってあること難しいんですから、そんなことありえないことですから、嬉しくなっていくんですよね。まあ、私は経験したことがあります。平凡で平和な安定している状況の、まあそのような状況の中でずっとそれが続いてくる。急にある時、想定外のことが起こる。ありがたし、ありがとう。聖書は語ります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。そしてヤコブ1章2節には、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭う時、それをこの上もない喜びと思いなさい。この上もない喜び、皆さん聖書がそう言ってるんですから、私たちはね、この上もない喜びを持って喜んでいこうじゃないでしょうか。皆さん、今あなたがどんなに辛くても、どんなに悲しくても、皆さん、それがあなたの生きる道です。もうね、天国行ったら一切の悲しみないですから、その途中のちょっとしたね、悲しみを私たちは手を挙げて、イエス様助けてください、助けてください、そう祈りながら一歩一歩進んでいこうじゃないでしょうか。神はあなたを助けてくださるお方です。手を挙げて、イエス様を賛美しよう。手を挙げて、イエス様を賛美しよう。イエス様、ありがとう。あなたの十字架は私のため。死んでくださった。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。